井の踏み込め病院の裏側。ドクター後藤診療所、田園調布で一番自転車が似合うスーパードクター後藤義政先生です。ありがとうございます。よろしくお願いします。今日はマスク姿でご登場となりましたが、そうそうそう、診察今からしますからね。いやドキドキしちゃいます。なんでこの準備してくださっているかと言いますと、今日のテーマがカルテは一体何が書いてあるのなんです。ということで、まあ、先生に診察していただこうと、はい、まずはちょっといろいろカルテについて聞きたいんですけど、まず先生にとってカルテとは一体どんな存在ですか？まあ、僕にとっては患者さんの健康日記かなと思います。おお、健康日記。カルテのイメージってこうサラサラサラってすごいかっこいい文字でなんか読めない言語で書いてあるイメージがあるんですけど、あれは何語？昔は確かにドイツ語とか、はい、あ、そういうのではあったんだけど、なんかドイツ語って聞いたことあります。確かに、ね、そうそう、カルテ自体がですね、はい、合ってるかとかちょっと最近書いてないかはね、あれなんだけどね、はい、まあ、カルテってそのこれで綴りとしてはね、はい、うん、これラテン語なのかな、ドイツ語というかもっとルーツとしてはラテン語っていうふうなことになったと僕はその理解してると。あ、ラテン語にカルテっていう単語があるんですか？そうそうそう。へえ。それでまあ英語でもう今カタカナでも通じますよね、日本語的に。はいはい、カタカナだから、それが必ずしもそのラテン語、ドイツ語で書く、英語で書く必要はなく、ここ日本だから、はい、普通に日本語で書くようなことが多いです。カルテの流れとしては、うん、最初はラテン語でカルテって書いてたんですか？昔はね、多分おそらく日本でも、うん、多分。へえ、うん、じゃあお医者さんは、うん、医療の知識に加えてラテン語を学んで、うん、だけど多分どの職業もそうだと思うんだけど、専門用語ってあるでしょ、はい、単語でほとんど書いていったんじゃないかな、単語をほら続けていくっていう風な感じでね。へ、うん、ちなみに先生はラテン語では、いや、もうね、日本語です。あ、日本ね日本語で書かれてると。時々ちょっと英語でね、英語今日ちょっとやりましょうか。じゃあ今日風邪のね、あ、はい、うんうん、お願いします、うん、私じゃあ患者でいいですか？はい、じゃあ昨日からちょっと鼻水と、うん、咳が出てて、うんうん、なんかちょっと喉も痛いかなっていう感じ。なるほど。じゃあカルテかけますよ。まず S としてはまずコフね、咳ですね。ね、コフあって、まあネーゼルディスチャージ、鼻水もあってね。じゃあこれもあるということね。先生、なんかさっきカルテ日本語で書くって言ってたのに英語で書いてくれる。まあ、ちょっとほらやっぱりかっこよくね。かっこよくね。コフ。うん、咳、はい、うん、で鼻水ってちょっとね、鼻炎で、はい、まあ、ネイザル鼻のディスチャージって、これディスってね、あの出るもの。あ、で、なるほど。であとソースソールって言ってちょっと喉痛のね、かっこいい。まあ、その S っていうのは患者さんのサブジェクティブで、主観的な感じで訴えとか、ね、チーフコンプレインっていうふうなこともあるんですけど、はい、主訴っていう、ね、はいはいはい、そうそう。またなんかこう英語で書かれてるだけでもかっこいいし、ちょっと先生のこの崩れて、なんだかこれ U なのか A なのかよくわかんない感じだろうでも、ちょっとかっこいい。発筆でしょ、発筆でしょ、はい、そうそうそう。痛いっておっしゃってたので、はい、じゃあまずね、あの今最近使い、ディスポ、あと1回ごとに、ね、使い捨てのディスチャージ、これでね、あ、なるほどね、あ、じゃあそう、ね、確かに O でね、オブジェクティブで、客観的なものとしてですね、オーラね、で、あのレディッシュね、この、うん、オーラルのスペルは O-R、 あ、A、 A、 そう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 、A、L 独特なスペル、ね、はい、あとはそのオーファーって言ってね、まあ、白帯とかね、溶連菌とかですね、はあはあ、それは、それはないとかね、白帯で、スウェリングって言ってですね、扁桃腺が張り出たりとかね、それも一応ないとかね、うん、あるなしとかやっていくということ。レディッシュは何なんですか？レディッシュは赤いっていう、ね、赤い、あ、そうそうそう、ちょっと赤い程度かなっていう感じがすると。で、あとね、まあ、上からいくとですね、サービカルかな、リンパノドゥルね、ちょっとなんか真面目なね、あのあれになっちゃうけど、うん、もう先生今日乗ってますね、すごいですよ。いつもこんな感じなんですけどね。